林哲司と。アンダーケントの昭和音楽堂。さあ、今日のアーティストは誰でしょうか。今日はですね、はい、元祖ジャニーズと言いますか。<ー>フォーリーブスの特集を、ね。懐かしいますね。はい。うん、なかなか、歌曲が揃っておりますよ。70年代の、一曲そうですね。はい。お楽しみに。皆さん、いかがお過ごしですか。作曲家の林哲司です。昭和歌謡を声の回する俳優のアンダーケントです。 ン田君の若い頃のアイドルって、若いって、まあ今も十分は若いです、えー、誰アイドルっていう感覚で言うと、やっぱモーニング娘。が、うん、最初かなって感じするですよね。ソロじゃないのね。今、<ー> AKB だとさ、そ,うですね、それぞれほら、みんな自分の悲劇にしてる、ね、推しメってやつですよね。そうそうそう、違うじゃない。うん、僕らの時代っていうのは、本当に一人だったから、そうですよね。ささんとかさ知ってる ちょっと存じ上げないんですが、渡辺プロダクションにいたハーフのかわいい人でしたけどね、60年代ですよ、ね、60年代ですね、<ー>僕のなんかの年齢の人たちだったら、多分ん、けいとも子っていうと、あー,ー、いたいたいた、いそ早速ちょっと調べてみますあとはね、ケース自た表紙によく出てたんですけど、ね、はい、酒井さん井若子さん。あ 今の人たちっていうのは、やっぱり集団になっってしまうのかっやっぱりそうですよね、例えば、鈴木さん関係のね、アイドルでも、ソロでやっておられる方、中にはいるんですけど、やはりグループの方がやりやすいみたいなね、そうだよね、なか,ううなかなかソロ、難しいみたいな、ねうん、やっぱりあの、うん、ソロになると、実力がね、一人に委ねられますからね。まあ その話をすると、いつもほら波形がどうのこうのっていうことで、また二人で怒って話になっちゃうから、やめてください。修正、修正、まねといたほうがいいと思うんだけどさ、はい、まあでも、女性から見ると、やっぱり男性アイドルって、まあ、嵐とかさ、ジャニーズ系っていうのがあるんだけど、やっぱりジャニーズの歴史って、すごいなと思うんですけどすす、ね、今日はですね、実は、それにちょっと関係することで、はい、浜松市のラジオネーム、毛見さんからお便りをいただいていますすありりがとうございます久々のお便りです。 昭和音楽堂がどんどん全国に広がっていることとても嬉しいです<ー>さて「ホーリーブスの特集お願いしますおおいいですねジャニーズ大好きな私としては久々に聴きたくなりました、うん、ターボーもこうちゃんも亡くなってしまっていますが寂しいですね「んてんてんてん」ということですそうですよね、うん、まだ亡くなるようなお年でもないですからねそうですよね「うん、ホーリーブスっていうとねうちの母なんかもリアルタイムで追っかけたね、うん、時代だとは思うんですけどもね ターボししだったらしいですよあそうなんだ、うん、そうかやっぱお母さんも若いんだよねそう,うそうですねまあ <laughs> 若いって言ってもまあ林さんよりは <laughs> あの若いそう,うちの亡くなったおふくろが誰がアイドルだったかって言ったら長谷川一夫とかで <laughs> あ大友流太郎って言ってたなああ<ー>そういうことでですね今日は、ね「ポリブスを」ーリブスという特集なわけなんですけど フォーリブスの音楽いいですよ。僕好きですよ、うん。僕はね、正直この時代って反発してましたからね。ああ<ー>、今日ちょっと楽しみにしてる。じゃあ改めてううフォーリブスに迫ってみましょう。そうですね。はい、30分お付き合いください。林哲司と半田健人の昭和音楽堂。今日はフォーリーブス特集でお送りします。はい。デビュー曲のオリビアの調べから聞いていただきましたけどね。かいいなかなか時代が昭和43年というだけあってね、うん、グループサウンズの匂いがしているような、そんなアレンジでしたよね。 これでもあの、うん、彼らがギターを持ったら、はい、そのまま GS としても成立しちゃうよね。うんよねうん、だけど、うん、やはりその GS にしなかったっていうのは、ある意味正解であったね、結局、ブームが衰退していくじゃないですか、折し、はい、もそういう歌って踊れるアイドルグループっていうのがいませんでしたからね。うん、初代ジャニーズが 歌が中心だったじゃないでですか、はい、でも歌って踊れるアイドルグループっていう意味では「フォーリブスって結構ダンスもやってましたよねやってましたね「ブルドックなんかでもねああいうバンド使ってねはい、はい、やったりとかいやあの今ねちょっと作曲のヒントになっちゃったんだけど、はい、途中からほらすごくゆっくりになってはい、はい、パートがリディアの最近の曲でこういうようなアップテンポの中にこういうたっぷりした部分とかって。 ないんだよねないですね、面白いなと、まあ、昔から多くはなかったですけどね、多くはないけど、これ、発想としてでも面白いよね面白いですよね、テンポが自由で。まあ、登録、登録というのは同時録音っていう意味ですけども、まだそのね、うん、あのレコーディング技術もざっくりしたもんでしたから、はい、そういう感じがすごく出てましたよね。 ね、もう多分4人一緒に撮ったんだろうなみたいなね、一つのマイクで。オケ、OK、もそうなんだけど、ベースの音が出てきたときに、いいなと思うよね、はい、あれ、ラインの音ですよ、ラインの音でも、でも膨らみがあるじゃん、そうですね、ねうん、今とちょっとやっぱ違いますよ、その辺はアナログのレコーダーの力かもしれませんよね、うよねうん、ダイナミクスが全然違うんだよね。 皆さんご存知かと思うんですが、ざっくりとメンバー紹介、改めて知、ね、っ、うん、ておきますと、年齢順に言いますと、お亡くなりになってしまいましたが、北浩二さんです、ね、はい、青山隆さん、そして江井利夫さんですね、僕と誕生日一緒なんですね、うんえー、そして織本正夫さんということなんですがね、はい、<当>再結成して活動してまししたよねしておられましたね、うんで、コンサートもやっておられましたし、たたうん、ニューリリースなんかも残念ですよね。 ヘニー敏夫さんっていうとね、はい、僕らの世代からするとね、少年とか、そういう雑誌の表紙でまだ小さかったから、それでもう顔を覚えてたんですよ。それか、あと日活映画のですね、はい、小林晃さんの渡り鳥シリーズにちょっと子百で出てて、かわいい子だなって、その当時は芸歴長い僕が言うのもおかしいですけど。 そういう印象があって美少年という感じです、ね、あそうそうそうそ、ね、うん、うん、そういうわけで結成された、ね、4人組なんですけれどもね、はい、GS がね衰退していくのに対してどんどん、ね、人気も上がっていってねまさにその歌って踊れるタイトル、はいまあ、ジャニーズの原型っていうのをどんどん作っていったわけなんですけどもね、うん、その中でさまざまな一曲ございます続いてはおなじみの曲聴いていただきましょう昭和46年ですね 地球は一つこれなかなかかポップな楽しい曲ですどうぞプラニズム出まくってましたね、うんまあ、モータウン系のリズムのベーシッな,部分な,なんかね、みんなの歌のような、そ、ね、NHK の、うん、みんなの歌のような感じが、<laughs> テーマもそうなんだけど、詞、はい、は北浩二さんが書かれてる、はい、というと北さん、多いんですよね、うん、オーリブスのさっきの1曲目にかけまして、オリビアの調べも北さんですね。 こういうメンバーが作詞に入っているというのもねなかなか当時としては新しかったんじゃないかまあ僕らがよくアーティストプロデュースする時アーティストが例えば歌謡曲じゃなくてねちょっとニューミュージック系で出そうとした時に。はい そのアーティストを、アーティストってとして、見せたいっていうことがあったときに、はいうん、まあ曲が書けない、詩が書けないっていうところを、はい、じゃあ曲はまあ無理にしても、詩を書かそうかと、いうことで、えー、殴り書きでもいいから書いてきてもらおうなて言って書かして、それを補作詞して、はい、で、作詞はやってますよっていうところを、アーティストとしてこだわってますっていうような形で見せるっていうのはありますけど、うん、でもアイドルがこういう形でやるっていうのは、 やっぱりジャニーさんってすごいな、売り出し方、プロデュースの方針というのは独特だったということなんでしょうけど、ね、アイドルでも作品を書くんだというね、うん、ニュアンスになりますもんね北さんといえば、アクロバット担当ですから、うん、ステージでバク転を披露した初のアイドルだということですが。 そこでファンはキャキャキャそういうことですね危ない危ないみたい今ではね皆さんジャニーズというかねバ博クの練習させられますけどあそうなのじゃないですか皆さんできるでしょできるね皆さんできるでしょって簡単に言いますけどもねそうか大変なアイドルもいや大変ですよ苦労してるんですねさあ続いていきましょうかはい続いてはですねどうしましょうか1972年昭和47年の 青山隆史さんがソロの美しい作品「あなたの前に僕がいた」ああこれいいですね、うん、それでもう一曲ですね73年昭和48年の作品で北小二さんがソロを撮ってる「愛とし」2曲続けてどうぞ、うん、いやータイプの違った2曲をお届けしましたがはい、はい、愛とし」ってちょっと僕はどこがポイントなのか、うん、掴みにくかったまあ、うん、鈴木邦子さんの作品なんですが作曲はねはい、はい、この時期鈴木さんっていうのは西城秀樹さん手がけたんですよ あその匂いはあるね、うん、秀樹さん系っていうのはなんとなくわかるんですが、うんはい、テンポが早いとこからハーフに落ちたりとか、うん、面白いことやってるんですよねああなるほど、うん、一瞬エリナ・リス女リーに行きたくなっちゃったうん、うん、とこもありましたけど <laughs> <laughs> そ,そうそうそう、うん、でも不思議な曲だよね不思議ですねな,なんかでもこういうのがステージだと盛り上がるんですよ あ、そうか。いわゆるリスニング音楽というよりかは、ステージ音楽っていうふうに意識されたんじゃないですかね。なる,なるほど、なるほど、いろいろなこう場面を作るために、パーツがあるっていう感じううもうテンポハーフになってね、で北さんがイクいっと出てきて歌うと、うん、なるほどね、でなるほど、なるほど、なるほど、それも勉強になった。うん なるほどそういうことを意識すると、ある種ミュージカル的なところの要素だそうなんですね、今、林さんの言葉からミュージカル的なっていうことが出たんですが、それの最たる曲っていうのは実はありましたね、次におかけする曲なんですが、急げ若者という曲ありまして、急げ若者、こちらは作詞が北さんではなく、千家和也さんで、走れメロスじゃなくて、そうなんです、で作曲が徳良さんなんですけども、この曲こそね、 出だしはまさにエピローグの、ね、序章みたいな感じから始まって、はい、サビでね、テンポアップして、まあ、最後までちょっとね、あの尺的にお届けできないかもしれないんですけども、エンディングに向けてね、どんどんプログレッシブになっていって、お<ー>もうミュージシャンが好きなことをやり始めて、すごいグループ感を出していくという、妙な曲な曲んですよこれもある種だ、だそういうのって,言って、あのミュージカルもそうだけど、宝塚ものなんかもそうですよね。はい 本当にレコードで聞いただけでは親と思うんですが、これがステージとなるとおそらくいい成立しちゃうん成立するんだと思うんですね。はい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 。なるほど。うん。その、えー、急げ若者とですね、まあフォーリブスの代表曲でもありますよね。うん、ブルドック。やはりこれ欠かせないでしょう。この二曲続けてお聞きください。どうぞ。星が。うん。これはね、あのー、急げ若者を聞いてって僕思ったんだけど。はい 最近、リバイバルしたヘアっていうミュージカルがありましたけど、はいはい、なんかそういうところで、みんなが若者がこう歌うような、うん、そういうテーマ性感じたけど、半田君、さっき言ったプログレっていう意味がすごくわかるね、えーうん、かっこいいい面白いこの曲は面白くてね、うん、なかなかこの曲の良さをわかる人は少ないんですけどね、<ー>急げ若者は音楽的にレベルが高いんですよ。うん ぜひこれ皆さんね、機会があったら、これ、最後まで、最後のほうに行けば行くこと、かっこいいん、ね、そうだよね、うん、でジャニー喜多さんって、ほら、滝沢君のね、はい、芝居とかも、えー、演出、ね、うん、やってるじゃないですか、そういう演出的な要素が、もうこの頃からそういうものを考えてたて、ね、多分お好きだったんでしょうね、好きなんだう、ね、そういうミュージカルというものがね、うん、でブルドッグは、十倉さんの味っていうのがすごく出てて、はい、イントロもすごくかっこよかったんだけど、えー、ここになんか、ピンクの原点みたいなもの、を いやピグレディの原点,原点と言いますか、もうこれ、平行ですね、77年っていうと、もう SOS だとか、かうん、カルメンとか、そのあたり出してますからねあの、ニュアンスがすごく含まれてるよね、えー、途中からすごくメロディアスになるところがあってね、うん、ですね面白いですよ、えー、そのフォーリーブスなんですけど、なかなかショーには恵まれてなかったんですよね、あ<ー>コンスタントにはヒットしてる、うんで、この辺が面白いんだけど、今、ほら。 めちゃくちゃゃく売れるものと、うん、あとは全部売れないものとの大きな分かれそうなんですよ、もうどっちかなんですよ前はものすごく爆発的に売れてるものと、それを追いかけてる層が30万枚ぐらいな層、ね、がね、もうピラミッドみたいな形で底辺があって、えーはいろいろ、はい、なキャラクターがこう分散しててね、お互いの領域ってものがあったような気がするんだけど、今、その二極化になっちゃってるって感じがね、ちょっと残念。 本当の意味で、音楽を聴きたくて、レコードを買うという習慣もね、<笑><笑>どことなく薄れてきていますけれども。うん、それはあのこの番組聴いてくださってる皆さんもね、そういうことはお感じになってるんじゃないかと思いますけどね。ねインターネット開けば、音楽がいろいろな方法で聴けちゃったりするのもね、うん、ね便利なんだけれども、寂しいね、まあ、そうよね、寂しい、うん、音楽家としてはね、大変な、これはもう死活問題だと。さっき笑って話してたんだけどさ、えー アナログ盤をかけてさ、聞きながら寝ちゃって、気が付いたらパチパチするノイズの音で目覚めて、はい、やべえやべえみたいな形で起きたっていうのがね、ありましたけど、そういうことも今もう何ですからね。 時代を感じてますけど、ね、いやでもね、レコードはいいですよ、本当に、音一番いいいいんじゃないですか、うん、いや、この間でもタワーレコード行ったら、うん、アナログ版のコーナーがあって、結構置いてあるんだよね、うん、ジャズとか。ジャズもそうですし、うん、最近のまあポップスでもね、あえてアナログリリースしてるアーティストとかも増えてきましたから、ねうん、そうそう、音にこだわってる人が結構、それ買ったりとかしてます海外だともっと、イギリスとかだとね、もっとすごいって言いますからね、アナログ版が本当に復活してきてて。うんうん 本当、ね、アナログ回帰しましょうみんなで,そうです、ね、みんなで昭和ワープしましょう話戻りますけどその賞を取れなかったです、ねはい、ホーリーブスが次の曲で東京音楽祭かなり賞をはじめ日本歌謡大賞特別賞を受賞したいついに取ったんですね、はい、昭和51年の「踊り子」という曲なんですけどね、はい、聴いていただきましょうはいよかったですねよかったです、うん、ホーリーブスはその他にも「見上げてごらん夜の星」とかね、はい、いろんな曲歌ってですよ うん、やっぱりミュージカルの思考あるね、あそうですよね、<う>泉たくさんの作品っていうのは、そうですもんね、う結構レコード持ってるんですけど、うん、いい曲多いですよ、多いですね、うん、いや、意外だったのは、神田君がプログレって言ってたけど、いろいろなパーツで、楽曲としてリスナーとして聞くと、ちぐはぐになってしまいそうなものが、ステージを意識してるって言われた途端に、えー、なるほど。受け入れられるんですよね、そうそうそう、うん、小的な要素っていうのがすごく強いっていうのが分かりましたけどね。